次回の更新は12月16日土曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われたイベントの模様をお送りします。健康情報などをシリーズでお伝えする健康づくりタイム、次回は休日夜間の応急診療についてをお送りします。津市の放課後児童クラブの活動の様子を紹介するコーナー、探検学童クラブ、次回は一応放課後児童クラブが登場します。定例記者会見での市長からの発表内容をお伝えします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は11月1日現在の住民登録数をお伝えします。世帯数は12万8964世帯で、前月より60世帯増加しました。人口は27万1366人で、前月より64人減少しました。津市内の公立・私立保育園・子ども園では、保育士・看護師・調理員など保育のお仕事に興味がある人を大募集しています。12月19日火曜日に第3回津市保育のお仕事相談会を開催します。保育園・子ども園の概要説明のほか、保育士として復帰した人の声が聞けたり、園の見学や個別相談会もあり、保育の魅力を発見できる内容となっています。時間は午後1時から3時までで、場所は雲津本郷町にある雲津保育園です。対象となるのは保育士資格を持っていて、現在保育士として働いていない人、看護師や調理員のほか、保育園などでの仕事に興味のある人です。これから保育士資格を取得する予定の人も参加できますので、お気軽にお申し込みください。定員は15人程度、参加希望の方は事前に申し込みをお願いします。お申し込みはご覧の二次元コードを読み込み、専用フォームから必要事項を入力していただくか、子育て推進課まで電話でご連絡をお願いします。お子様連れでも参加可能です。これまで開催した相談会の参加者からは、働く場所や時間帯など細かく相談できてよかったや、漠然と保育士として復帰したいと思っていたのでいい機会になったなどの声をいただきました。お申し込み・お問い合わせについては、子育て推進課電話 059-229-3167 まで。締め切りは12月15日金曜日です。保育のお仕事について気になる方、津市で働きたいとお考えの方のご参加お待ちしています。最後は広報誌の表紙写真のエピソードを紹介するワンシーンです。担当者がこだわって撮影した一枚にまつわる撮影裏話も必見です。12月1日号の表紙は、黒田幼稚園の年長さんたちが自分たちで植えたさつまいもを収穫したワンシーンです。撮影日は10月30日、お天気もよく青空の下、園内にある畑でさつまいも掘りがスタート。夢中になって土をかき分けている子どもたちの目は真剣そのもの。大きなさつまいもの姿が見えると、友達同士で協力して何とか掘り出そうと、小さな手で一生懸命力を込めていました。収穫したさつまいもは立派に育っていて、子どもたちの顔の大きさをはるかに超えるものもあり、撮影担当者も思わず大きいねと声が出たんだそう。大きなさつまいもが隠れているせいか、つるも長くて掘り出すまでに大変そうでしたが、子どもたちの笑顔からは収穫の喜びと楽しさがあふれていました。広報誌に採用されたのは、年長さん7人が揃った笑顔の一枚。
撮影担当者は、さつまいもを手にした子どもたちからは自分たちで収穫したという達成感が感じられて、自然ないい表情が取れたと話していました。撮影にご協力いただいた黒田幼稚園の皆さん、ありがとうございました。次回の広報誌の表紙写真もお楽しみに。この後は市役所からのお知らせをお送りし、続いて三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、11月26日に放送したぐるっとマップでウォーキング、津市の各地域を歩いて健康づくりをお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。この街